で今回取り上げる本ですね、激動の20世紀を、展望した本ということで、リンドバーグが飛びアルカポネが暗躍し、ブルースベーブルースが打つと、この3人の名前、アルカポネ以外日本人にとって多分アルカポネもそうですね、あんま馴染みがないんですけれどもですね、大変面白い本であります。よいしょ。なぜですね、1927年のですね、リンドバーグですね、大西洋無着陸飛行ですね、まあただ単にニューヨークからパリまで着陸せずに飛んだだけなんですよ。なんでそれが歴史の年表に載る大事件なの、それどころかアメリカ人の精神史に関わるぐらいの大事件だったのかっていうのをですね、その話をまあゆっくりしましょう。ではですねどうしようかな、あの紅の豚とかですね、あと風立ちぬなんかも思い出しながら聞いてくれればいいんですけども、1914年ですね、第一次大戦が始まりました。いわゆるヨーロッパ戦争ですね。でこの第一次大戦が始まるまでですね、実はですね、世界中の軍関係者でですね、飛行機に注目した人っていうのはほとんどいなかったんですね。ライト兄弟がですね、世界で初めて動力飛行機と飛ばしたのがですね、1903年です。で、この時にですね、売り込みにすごい苦労したんですね。ライト兄弟は偵察とかいろいろに使えますぜということで、アメリカ陸軍にですね、一生懸命プレゼンして、アメリカ陸軍はもうしょうがない、しぶしぶ2機だけライト兄弟から買ったんです。で、これがアメリカのですね、航空兵力の全てだったんですよ。で、1914年第一次大戦が始まった時にですね、世界で一番軍隊として飛行機を持ってたのはですね、フランスでした。なんとですね、30機、なんとといっても30機持ってたんですね。それ以外のですね、世界中の軍隊の飛行機合わせたよりも多いんですね、30機というのは。イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア、あと日本、オーストリアがですね、それぞれですね、まあ大体3機か4機ずつ持ってたんですね。アメリカ2機ですからですね、実は日本陸軍っていうのはですね、アメリカよりも第一次大戦の時には航空兵力が多かったんですね。しかしですね、戦争が始まっちゃったら、第一次世界大戦が始まったらですね、飛行機はめちゃくちゃ使えるということが分かりました。まず確かにですね、偵察に使えるんですけども、これ爆弾とか落とせるんじゃないというふうなことでですね、爆弾を落とすためのですね、爆撃機というのが開発されます。で、風立ちぬでですね、カプローニさんというのがいますね、あのジロークの夢の中に出てくるイタリア人のおじさん、あのおじさんが作ったですね、飛行機カプローニですね、 CA4 っていう機体なんですけども、ですね、最初はですね、あのエンジンが3つついてるですね、普通の飛行機とかですね、旅客機に転用するつもりで作ったんですけども、あっという間にこれ爆弾積んだ爆撃機に生まれ変わりました。そうすると爆撃機が生まれるとですね、面白いことにこの爆撃機を落とすために戦闘機というですね、それまでこの世界になかった種類の飛行機が作られ、そうすると爆撃機が飛んでくると戦闘機が上がってくるわけですね。そうすると爆撃機を守るために戦闘機が飛ぶというですね、戦闘機対戦闘機の空戦、空中戦闘というのが歴史上初めて生まれた。で、実はこの第一次世界大戦の時のですね、服用機による空戦が一番面白くてですね、未だにスターウォーズとかそういう SF 映画の中の空中戦闘というのはですね、すべて第一次世界大戦の時の戦闘モデルにしてるんですね。第二次世界大戦の時の実は戦闘機の動きってですね、あまりですね、参考にならない、映画にならない、絵にならないですね。なんでかというとですね、飛行機の速度っていうのは速ければ速いほど旋回半径がめちゃくちゃでかいんですね。で、一画面の中でなんかよく SF 映画とかアニメでありますね、戦闘機がギューンと回って後ろについてよーしてって狙ってダダダダッと撃つって、ああいう絵になるようなものっていうのはですね、まあ第二次世界大戦が限度なんです。第二次世界大戦になるとそんなこともたまにあるんですけど、飛行機の相対速度が速すぎてですね、あんまあの絵になる瞬間がないんですね。で、現代の空中戦闘っていうのがどういうのかを知りたければですね、劇場版マクロス、愛覚えてますかっていう、まあこっぱずかしいタイトルのアニメがあるんですけども、それのですね、冒頭ですね、10分ぐらいを見てくるとですね、一条光くんがですね、劇場用のですね、スーパーバルキリーに乗って発進すると。そうすると、周りのですね、球場のコックピットのこのガラス全部がヘッドアップディスプレイになっててですね、ここに敵のですね、ポイントがザーッとやってって、で、やることって言ったらもう敵と遭遇するはるか前に、今持っているミサイル、だいたい15発ぐらいなんですね、あのマクロスで、あのバルキリが積んでる。15発ぐらいのミサイルをどれに当てるのかというのだけも選んで、あとは発射したら、当たってくれりゃいいなと待つだけでですね、こういう現代戦のですね、空中戦が描かれてます。ですね。で、そういうわけでですね、まあ、
世界の軍隊でですね、第一次世界大戦が始まる前に飛行機に注目した国はどこもなかったんですけどもですね、第一次世界大戦の4年間でですね、大産業になりました。フランスはですね、20万人を雇ってですね、航空産業を作ってですね、で7万機以上ですね、すごいですよね。それまで30機しかなかったのにですね、4年間で7万機も作ったんですよ。でイギリスは5万5000機ですね、ドイツは4万8000機、イタリアは2万機の飛行機を作りました。でこの4カ国っていうの、4カ国だけでですね、この20万機ぐらい作ったんですけども、それらのですね、戦費費用はですね、10億ドル以上かかって、それはほとんどアメリカのですね、モルガン商会からの借金で賄われたわけであります。これがですね、後に、第二次世界大戦が終わった時にドイツにですね、巨額な賠償金を要求し、第二次世界大戦につながるという流れになってくるんですね。航空学校というのもできた、飛行機の操縦を教える学校もできた。ところが教えるといってもですね、1916年ぐらいの話です。今言ってるのは第一次世界大戦が1914年から18年までの4年間ですから、1916年っていうのは飛行機というのが人類の歴史に生まれてからまだ14年しか経ってない時、13年ぐらいしか経ってない時なんですね。なので飛行機を教えれる人なんていないんですよ。まあどんな状態だったかっていうと、先週習った人が今週教えるぐらいのですね、すごい状態だったんですね。で結果的にですね、どんなことになったのかって、1917年のですね、イギリスのパイロットですね、飛行機のパイロットのですね、平均余命ですね、あと何日生きれるのかって、平均余命は6日間っていう計算結果が出てます。世界中のですね、保険会社のどこもですね、パイロットはですね、保険に入れませんでした。で、戦争でですね、結局パイロットは4万人死んでですね、それどころかですね、飛行機学校で1万5000人死にました。もうすごい時代だったんですね。で、その当時ですね、アメリカというのはすごく遅れて参戦したんですけど、第一次世界大戦に。この時にアメリカでですね、参戦した時にアメリカですね、戦闘機っていうもの、さっき言った爆撃機が来た時に撃ち落とすための戦闘機、その戦闘機と戦うための戦闘機、空中戦闘のための飛行機というのを見たことがある人はアメリカの軍関係者で一人もいませんでした。で1917年にアメリカが参戦した時にですね、陸軍航空隊というのがあったんですけども、飛行場が2つあってですね、で将校ですね、偉いさん、少尉以上のですね、将校が50人、兵隊が1300人、飛行機は25機を準備してました。これがですね、1年後、戦争が終わる時にはですね、飛行場がですね、2カ所から50カ所、将校は50人から2万人、兵隊は1300人からですね、18万人、飛行機はなんと225機しかなかったのがですね、1万7000機作ってたんですね。もう本当に戦争というのがどんなに技術を、兵器を進めるのかっていう見本みたいなもんですね。しかし、たった1年しかアメリカは参戦しなかったんでですね、戦争が終わった瞬間にアメリカ軍はですね、すべての飛行機の生産をキャンセルしてですね、1億ドル以上のですね、キャンセルというのが出ました。でこれでですね、世界中の飛行機能力が失業したんですね。第一次世界大戦はですね、人類最後の戦争と言われました。まあ鉄条網があって、これ実は人類最後の兵器というのは核兵器でもなければですね、戦闘機とか爆撃でもなくて鉄条網なんですね。鉄条網という残酷な仕組みが作られたおかげで逃げられなくなって、そこに機関銃、もう一つの残酷な兵器が加わったおかげで人が死んだ。で戦車っていうのがそれに加わった。第一次世界大戦で人があんなに死んだのは鉄条網と機関銃と戦車のせいなんですけども、あと毒ガスですね、発明されたの。こんな残酷な戦争というのは二度と起こらないだろうというふうにヨーロッパ中の人は思った。だから第一次世界大戦が終わった時にヨーロッパ中脇に湧いたんですよね。とにかくこれで平和がやってくると。あんなヨーロッパの国と国が戦うことがあったんだけども、ヨーロッパ中が二つに分かれて戦う世界大戦ということがもう二度とあるはずがないというふうに思ったんですね。世界大戦というのはザ・ウォー・オブ・ザ・ワールドっていうんですけども、実は H.G. ウェルズのですね、宇宙戦争というのもですね、同じタイトルなんですね。H.G. ウェルズがですね、19世紀に書いた宇宙戦争っていうのは、いずれ人類が戦わなければいけない世界戦争のことを、まあ、宇宙戦争、ザ・ウォー・オブ・ザ・ワールドって言ったんですけども、第一次世界大戦というのはそれと同じ名前がついてるんです。それぐらい最終戦争というイメージだったんですね。
なのでですね、最終戦争だからこそみんなはですね、敗戦したドイツに対してですね、GNP20 年分というとんでもない賠償金を要求してですね、で、まあ、これ支払いを要求したのはですね、例のですね、ヨーロッパに10億ドル貸し付けたですね、モルガン銀行ですね、えげつないことをしますね。で、そのおかげでドイツはですね、物価がですね、わずか1年で20億倍に跳ね上がりですね、物価20億倍ですよ。タバコ1個買うのに、手押し車1杯分のですね、マルク札がいると言われた時代ですね。その結果ナチス党とヒトラーが台頭してきました。でですね、あんな戦争もう二度とやるはずはないと思われたんですね。なので世界中のですね、軍関係者をですね、失業しました。まあ、あんな戦争を二度とやるはずがないと思ってたのは正直言ったらヨーロッパの国だけなんですけどね。でもアメリカもですね、生産しつつあった飛行機をキャンセルしてますし、日本もですね、その時第一次世界大戦が終わった時にもうこれで植民地を広げるチャンスはないかもしれないというふうに思ったみたいです。で、戦争が終わってですね、例えばイタリアなんて戦勝国なんですね。ところが戦勝国なんですけれどもですね、戦費が膨大にかかりすぎてですね、国中に失業者が溢れて大貧乏な時代に突入します。栄光なき勝利というふうに言われました。風立ちぬですね、カプローニさんがですね、この爆撃機をですね、俺は旅客機にするんだと言ってたのはですね、カプローニさんが作ったですね、爆撃機をですね、改造したですね、CA-48 という飛行機なんですけども、これですね、試験飛行でですね、乗っている人全員が死亡するという事件になって、事故が起こってます。つまり、第一次大戦で伸びた航空産業みたいな技術っていうのを使ってですね、民営化してですね、発展しようとしたんですけど、まだまだその道は厳しかったんですね。カプローニさんという天才、航空技術者を持ってしてすらですね、試験飛行なんですけどもですね、もう40人ぐらい乗せた試験飛行なんですよね。で、それでですね、あっという間に落ちて全員死亡しちゃったもんですからですね、しばらくは旅客機っていうのが、まあ、イタリアで作られなくなった。でも、それでもルフトハンザはですね、1917年に生まれ、戦争中に生まれたんですけどもですね、ヨーロッパ中ではですね、航空産業が発達してですね、で、パリとパリ、ロンドン間になって毎日定期便が飛行機が飛んでたんですね。でもアメリカにはですね、航空産業が一つもなかった。ヨーロッパのいろんな国に航空産業があったんだけども、アメリカはですね、もう戦争がないというふうに思い込んじゃったのですね、航空産業というのは全然芽吹かなかったんですね。で、ちなみにですね、紅の豚っていうですね、アニメはですね、1930年代の多分1932、3年ぐらいの話だと思います。で、空賊っていうのが出てきますね、まんま言うとだ。あれ何かというとですね、さっきも言った第一次世界大戦が終わって、で、第一次世界大戦の時に飛行機乗りは山のように要請したんですね。それこそ何万人何十万人と作ったんだけど、そいつらが一斉に失業して、で、飛行機乗れる人っていうのは曲芸飛行するとか、たまにある定期船のパイロットさせてもらうとか、郵便飛行をやるとかですね、なんだろう、サーカスとかでアクロバットやるとか、それしか仕事がなかったんですね。なので、その老いぼれた飛行船を買ってですね、で、客船とか襲って海賊行為をする、いわゆる空賊っていうですね、宮崎駿さんの夢の世界で書かれたのもですね、当時のそのイタリアがあった状況、戦争に勝ったんだけども金はない、栄光なき勝利しかない、で、飛行機乗りは山のように国中にいるんだけど、そいつらに仕事がない、どうするんだという状況なので、空賊っていうですね、職業を考えたわけですね。で、イタリアはですね、ここまで貧乏になっちゃったからですね、実は1929年の世界恐慌でですね、ほとんど影響を受けなかったそうです。世界恐慌があったのも知らなかったというふうにですね、当時のイタリア人が言ってるぐらいでですね、紅の豚でですね、ポルコとですね、フィオがですね、まだ半分綺麗に残ってる船体を運んでるシーンがありますね。で、それでクロアチア行くんですね。で、クロアチアに行って、クロアチアの港でですね、男の子からですね、ガソリンとですね、サンドイッチを買うシーンっていうのを覚えてませんか？あ、サンドイッチは買ったんだって、まあ別のとこだね。で、その時にですね、フィオがですね、ガソリン3倍も取るの？っていうふうに言った時に仕方がねえよって言ったんですけども、あれなんでそんなことやるのかっていうとですね、フィオとポルコはイタリア人だから世界恐慌が起こってるの知らないんですね。なので、ガソリンの値段が上がってるの知らなかったんですけど、当時、世界中でガソリン上がってたんですよ。でも、イタリア人だけ最初から貧乏で物の値段が上がってたから気がつかなかったっていうですね。ああ、そういうふうな笑い話なんですね。もうね、宮崎駿先生ね、時々ね、知的なギャグを入れすぎててですね、僕らにも分かんなくなっちゃうんですよね。
もうちょっとですね、1927年の前の状況を話します。1917年にロシア革命がありですね、帝政ロシアっていうのが倒れました。で、共産主義革命が起こってですね、世界中の国がもうこのままで偉いことになる、共産主義が伸びてくると、帰ってきたヒトラーという中でですね、ヒトラーが言ってるですね、ボルシェビキたちをこれ以上のさばらせてはいけないというのは何かというと、このロシア革命の時にですね、人類を毒するですね、共産主義者たちをですね、許してはいけないというふうなことを言ってるんですけど、そう、当時の世界の敵っていうのは共産主義だったんですね。で、1918年に第一次世界大戦が終わって、1919年にパリ講和会議ですね、ドイツにですね、GNP のですね、20年分ってえげつないですね、賠償金、これすごいことにドイツ払ったんですよね。ドイツがですね、第一次世界大戦の賠償金を支払い終わったのは確か2010年です。すげえよねあいつら。真面目つーかです。やっと払い終わったっていうか、まあなかなか変なところ真面目ですよね。そんまあ途中でね、ディスカウントとかいろいろしてもらったんですけど、だからこそドイツにしてみればギリシャ許せないでしょうね。財政破綻してもう返せませんって、バカ野郎、返さないことなんかあるかと、俺たちが70年かかって払ったぞって怒りがあるからですね。